皆さんこんにちは、原点のりひろです。今回はですね、パッティングのストロークの仕方について、レッスンしたいと思います。まず皆さん、パターでよく聞くのはですね、肩でストロークしましょうと言われると思います。で、肩を意識すると意外とですね、皆さん肩の動かし方が少しこう分からなくなっていったりとか間違えたりすると思います。例えば肩を上下動させているつもりなんだけども、どうしてもこう肩を後ろに引いたり、フォローで肩が後ろに引かれたり、なかなか安定しないストロークになると思います。で、そこで意識していただきたいのが、肩ではなくてこのお腹周り、特にお腹周りのこの、側筋ですね、ここを使ってストロークをしてほしいです。まずバックスイングでは左のお腹を少し縮めるようにストローク、バックスイングで、フォローでは右のお腹を少し縮めるようにフォローを出していってください。そうするとですね、体で打てることによって肩がですね、自然に縦に理想的な形で動くようになってきますので、ぜひやってみてください。一回その打ち方で打ってみたいと思います。ぜひ皆さんも、この方法を用いてグリーン上で主役になってください。